Testing. Wait, this ain't the test. Greetings, children of darkness and light. It's your favorite neighborhood Lord Miracles and Cuff. Back for another episode of Corpse Party, where we start the final chapter, where shit hits the fan. Sorry for the yesterday's long video on Corpse Party. I know I've been giving these 20 minutes, but oh my god. Ending. New game. Did he even ask me if I want to see the... どうしたの? そんなに震えて? あの、今の声どうかしたのですか? ん?僕? 何も言った記憶はないけど。 さあ、立とう。しゃがんでいても、僕の妹も君のお兄さんも見つからないよ。ゆかちゃん。 そんなに苦しいのかい? ふう、人間は限界まで排泄を禁じられると、こんな顔になるのか。ここで素人を脅したら、どんな顔するんだろうな。いや。そうするか。 Trust that bitch. What are you talking about? Your brother is me. I'm the sister of my sister. You can't escape from here. Definitely. Everyone will die. あの、持田です。お腹がすごい血出て。
死ぬ。でも手当てしないと死んじゃいます。傷抑えてますから頑張ってください。早く離れろ。黒崎、誰にやられたんだ。兄さんの言うことを聞かないから。Oh shit, cue the guitar riff. Kizami! 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 Kizami!死ぬとして俺はやるべきことにしてやれなかった。何言ってんだお前。俺の親友だったつもりか。お前が俺の味方した。もう親友としてしてやれなかったことってなんだよ。教えろ。何でも人のせいにしてんじゃねえよ弱虫。待て、キザミ。お前の何にもないぞ。何にもだ。バカが、弱者お前だ黒崎。お腹、ほうに。気がついたかい。大丈夫だ。ついに強い兄さんが守ってやる。なんだこれ、鍵か。ここで幽霊にむごい殺され方するのは嫌だろう。大丈夫。そんなことさせない。 I don't think she needs to pee anymore. そんな運命から守ってあげるよ。俺が終わらせてあげる。君の小さな命。待て、おい。ユカ、Fuck you. Yuka!
Oh, fuck. Doko kana? Neener, 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 neener. Okay, let's see. いい子だろ、ユカ。こっちへおいで。時間経ったんだ。もう夜が明けているくらいじゃないのか。今どうしてる？どんな思いでさまよってる？壊れやすいお前、繊細なお前には来たものだろうな。今日は主役選抜のオーディションがある日でしょ。ああ、だけどどうして？私知ってるよ。シゲ兄が体育準備室で練習してたの。見てたのか。I don't trust him. 私ちょっと嬉しくて。だけど俺はやっぱりやめておくよ。どうしてよ、あんなに頑張ってたのに。
演技の優劣よりも、マユ、お前、育児のないやつと思うかもしれないが、こういうオーディションは実力だけで決まる世界じゃないんだよ。嫌いなんだ、行きたくもないコンパとか言って愛想笑いするの。まあ要はみんなに好かれていない俺に原因があるわけだけれど、私、シゲ兄の演技、キラキラしてピカピカで楽しそうで、だけど嫌ならやめとこ、無理に出ることないもん。私だけは見たもの、資源。じゃあ帰ろう。あ、そうだ、チョコバナナのね、美味しそうなのが新しい。マユ、俺、マユには俺がついててやらないと危ない、そう思っていたけれど違うんだ。お前の、シゲニーって呼んでくれるその声に俺が救われていたんだ。出てきてくれ、一人に。くそ、他人の不幸でも見てないとやってられない。俺はまだマシだ。たくさん集まったな、死体の写真。不思議だ、全部本物なのに作り物にし、テレビや映画の特撮の死体だって嘘くさく見えるわけだ。これが一番派手だな、保健室前の粉砕死体。すごい、この肉の塊一つ一つが意志があって動いていた。人間だったんだ。死んだ後の世界があるのなら、この子は自分のこんな無様な姿を人に見られてどう思うんだろう。赤の他人だから別に心も痛まないが、なんだ、着信してるのに写メ画像のままだ。着信表示も出ていない、音だけが鳴っている。壊れたかな、うん、見ないで、見ないで。私の内臓見ないで、シゲニー。 Well, that escalated. ピースの女の子か。私見たかも、セイコと一緒にいた時、暗い教室でしゃがんでじっとこっちを見、俺も暗い廊下の影から見られていた。なんか私たちは保健室にあった古い新聞記事に誘拐殺害事件の日が顔写真が載っていたが、あの女の子の霊が幸子なのは間違いないと思う。だけどこっちの記事の中では殺されずに生きていたって。
この事件から生還したのなら成長して大人になってるはずだよね。私たちよりずっと他の霊たちと一緒に子供の姿のままなんか変じゃない？あ、そこおそらくこの事件の直やはり命を幸子の霊に会えばこのルポキジじゃないが当時のことが呪いだかなんだかこの学校を出し抜く鍵がユカを見つけたら探してみるか。あの子うん心配あれから全然ユカちゃんの声が聞こえないもの。さあなんとか別館へ行かなと。なんださっきまでの揺れと違う。大丈夫、うん、離すなよ、うん、なんだなかナオミ、うん、天井の針がサトシやだ。2篠崎。篠崎。This is gonna be another long video. No!今のが何のことだ。この子たち、うん、この文化人形犯人の残儀。お前殺害現場でも。そうよ、今私その子と同化して。こら！その子は悪くない。知りたいと望んだのは殺人犯は女の子よ。鈴本さん、古い新聞記事にも顔の写真と名前が載った赤い服の女の子、篠崎幸子。被害者みたいに写ってるけど。はあ？いやいや無理だろ。同じくらいの年の子供をさらってきて監禁してなんてよ。ハンマーを持った子供くらい。あいつは幸子にこの子たちが殺さ、あいつは部屋の隅で震えていたわ。何を理由に協力していたのかはわからない。伝えなきゃ持田君に。あの空間にいた奈穂さんですら真実に届いていなかった。早くみんなに知らせないと本当のことを知る。もし無防備に幸子にせ戻らなきゃ。もう一度あの場所。あなたも他の子たちもみんな必ず成仏させてあげるから。でもあなたたちや他の人たちの働きかけで今あの空間は。今度戻ったら、もし理性が残ってあなたたちをもう一度。だけど、このまま、うん、岸沼君、行こう。みんなを、助けね。もち、俺だって、数少ない連れ。何？何か言った？別に。右にはあっときたかったけど。ごめんなさい、本当に。これは今
サトシさんたちに必要なものです。どこかで渡してあげてください。あ、だったらお前、サトシさんたちの周りには今あの子がつきまとって、もう一つ赤い像もあって、それ、わかった。体を取り戻してもらった私たち三人はもう、そのせいで多重次元のバランスが壊れています。気をつけてください。あと足りなかった犯人の懺悔を引き出すには、犯人のあの子を浄化、私はもう心が好きに、私を見たらいけ、とにかくサトシたちをユイ先生を探すか。けど先生と鈴本、森氏以外は隅々まで校舎の中を見たと思うけど、考えるしかないわね。そう、最初の教室でユイ先生と一緒の時に見た人玉が言ってたでしょ。出会えなかったみんなはきっと飛ばされた次元が違っていたのよ。だから同じ校舎にいても会えなかった。分かってなかったの？あ、ちょっと待てよ。じゃあどうやって犯人のこと伝えんだよ。ユキちゃんが今言ってたじゃない、多重空間が乱れてるって。もしかしたら別次元同士の関わり合い方が変わってるかもしれない。もう一度探してみよう。先生をみんな、ああ、本当に分かったの？分かったって。 あの子供たちの霊じゃないってんだ。無関係の人間を何人もこの閉じ込めている存在は、give him despair. Watch out for that damn bitch in the red dress. Don't go into spooky schools. And always have hope no matter how bleak things are. Stay alive and have fun. Bye bye.